マスード・バルザニは、イラク、同国クルディスタン地域の政治家。2005年から2017年にかけて、イラク領クルディスタン自治政府の議長を務めた。1979年から、クルディスタン民主党の党首を務めている。1946年8月16日に、マハーバード共和国の首都、マハーバードで誕生した。父は、クルド民族主義を率いたムスタファ・バルザニ。 兄のイドリス・バルザニとは、1987年に彼が亡くなるまで共に働いた。1980年から1988年まで続いたイラン・イラク戦争では、イラク政府に敵対した。若きバルザニとイラクのアブドル・カリーム・カーシム大統領、アメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブブッシュ大統領が、報道陣にバルザニへの歓迎を表明している。 1991年に湾岸戦争でサダム・フセインが敗北したことでクルド人はイラク領クルディスタンに自治権を確立し翌1992年にはイラク発の自由選挙が行われたバルザニ率いるクルディスタン民主党とジャラル・タラバに率いるクルディスタン愛国同盟の2大政党で票を分け合った1994年5月民主党と 愛国同盟の軍が衝突。1996年8月31日、バルザニは愛国同盟に対抗するために中央政府のサダム・フセインに援助を求めた。一方で愛国同盟はイランの援助を受けていた。イラク中央政府の援助によって民主党は愛国同盟を主要都市から追放したが、スレーマニア党はなおも愛国同盟が支配することとなった。 1998年のワシントン、平和条約によって内戦は終結し、イラク領クルディスタンは北西を民主党が、南東を愛国同盟が支配することになった。2003年のイラク侵攻の後に民主党と愛国同盟は統一地方政府を樹立。バルザニはイラク統治評議会に加入し、翌年4月には臨番制だった評議会議長を行く決めでいる。 2005年6月、バルザニは、イラク領クルディスタン議会の議長に就任した。10月25日には、クルディスタンの長として、アメリカのブッシュ大統領を、10月31日には、イギリスのトニー・ブレア首相を、11月13日には、イタリアのシルベオベルルスコーニ首相を、11月14日には、バチカンのベネディクト16世を公式訪問した。2007年1月、 バルザニは、クルディスタン議長委員会を設置。3月13日には、サウジアラビアのアブドゥラビン・アブドゥル・アジーズ国王を、3月19日には、ヨルダンのアブドゥッター2世を公式訪問した。2009年7月、69.6%の得票率で議長に再選。口述するように自身に不利な報道を弾圧したことによる批判も受けたが、2011年2月、 バルザニは平和や安定、地域の宗教的関与性を推進したとして、イタリア大西洋委員会とナト o 議会イタリア派遣団から大西洋賞を受賞した。また、バチカンのベネディクト16世は、キリスト教徒の難民に避難所と援助を提供したことに感謝を述べた。2013年8月、クルディスタン議会はバルザニの任期を2年延長。それ以降も、 議長を務めた。2014年には ISIS IS との戦闘の中でクルギスタン独立に向かっていることが評価され、タイム氏の今年の人の8人の候補に選ばれた。2016年7月、バルザニは次の選挙には出馬しないと発表した。2017年6月7日、バルザニは同年9月25日に独立を問う住民投票を行うと発表。 結果は独立支持が九十二点七三パーセントの圧倒的多数となり、投票翌日の九月二十六日、バルザニは投票の結果独立に向けて動き出した。近隣諸国に将来の対話の扉を開けるよう求める。と発表した。しかし投票実施に反対の中央政府の反発は大きく、十月二十九日、国民投票によるイラク政府との対立を受けて、 バルザニは11月1日に議長を辞任すると発表した。その結果、バルザニの支持者の一部が暴徒化し、辞任を認めた議会に殺到したほか、野党の愛国同盟の事務所が複数の都市で襲撃され、土北やザー法では強奪、放火が行われた。バルザニの一族は、クルディスタンで複数の企業を所有しており、何十億ドルもの資産を持っていた。 2005年12月、クルド人法学者で、オーストリアの市民権を持つカマルカディルが、バルザニの政府と一族を批判する一連の記事を出したとして逮捕された。彼は名誉毀損とされ、懲役30年を言い渡された。しかし2006年、国際人権救援機構や国境なき危機者団、オーストリア政府らの国際的圧力によって、カマルは解放された。2010年5月、 バルザニ一族を批判したジャーナリストのサルダ氏とオスマンが殺害された。7月には野党機関士のロジュナマがバルザニ率いる民主党が石油の密輸で不当な利益を得ていると非難した。2017年、失業率が20%を超え、クルギスタン地域住民の30%が貧困状態にあえいでいたが、反対に100万ドル以上の資産を持つ8839人の ビジネスマンが存在した。民主党は、私立病院から一切の規制を廃止、健康分野を民間に任せようとしたが、同年1月、バルザニは、イラク憲法では、医療サービスは、自然権に由来し無料だが、地域政府はそれを民営化すると明言した。2005年6月から2009年10月までと2012年4月から2019年5月まで、実地政府首相、 2019年6月10日より自治政府議長を務めているネチルバン・バルザニは老いにあたる。また、2019年6月11日より自治政府首相を務めているマスルール・バルザニは息子にあたる。ありがとうございます。